リゼロから始める異世界生活、サードシーズン、第57話、最も新しい英雄と最も古い英雄、皆さんの反応集。100年以上誰も討伐できずに放置されている時点でやばいしな。もう来週で前半終わりなのか、勝手に終わるな。3期のスバルってなんかもう一般人より強い人になってそう。1期の時点で人を締め殺せる握力と魔石投げ 120km 毎時の投擲力あったりする。筋トレはやっていたからね。精神的にもだいぶ成長してるよな。ベグルスに対して悪かった俺はスバルだって言ってたとこ前までのスバルならうるせえ。エミリアから離れろおおとか言いながら突っ込んで死に戻りしてた。スバルの呼びかけに応じていたロリネーちゃんことラフィールちゃんが可愛かったな。初太弟のフレド君と両方寄り添って抱きしめて魔女教から守ってあげたくなっちゃうよね。エミリアたん強くなったな。スバルの演説も存外良かったわ。時間ギリギリ過ぎてくさ。ラインハルト参戦もギリギリ過ぎてくさ。今日のエミリアたんはすごーく可愛かった。アナスタシアも良い女になったな。今やすっかりヒロインの一人みたいなもんよ。退場する前の思い出作りみたいなもんだ。序盤で耳退場が残念。ゴージャスタイガーとのタッグリベンジしてほしいが、そのためにはギルジーがパンドラ様が何とかしてくれないかな。面白かったわ。スバルの演説も良かったし、全幅の信頼を寄せるユリウスも良かった。ガーフィールの懐きっぷりもすごい。ギリギリ過ぎて違和感なくそのまま次の番組が始まってくさ。あれエンディングレムの名前あったけどどこで喋った？てっきり演説はプリシラかと思ったけどお前かよ。どうやら間に合ったようですね。ガーフィールが最後に見たところはしなくして竜の上から水の中へ落ちてくとこだもんな。なんで生きてんだよ。大将はやっぱすげえや。小説で読んでた時も鳥肌ものシーンだったが、映像と声が合わさると感慨深い良いシーンだった。最も新しい英雄はスバルで、最も古い英雄はラインハルト、アストレア系、もしくはアルデバランが語った英雄像が最も古い英雄。今日のスバルの演説を嘆いたのつまらんだのって言ってるやつってなんでまだこの作品見てるのか不思議だわ。デムは回想で喋ってたな。演説はリリアナが歌って呼びかけるもんだとばかり。やべえ、なんか涙でできそうになったわ。こんな心に響くアニメはあんまり記憶にないわ。喋りど下手くそな陰キャが頑張って喋ってる看板祭だったな。これから演説とかだるいなぁと思ってたら感動した。素晴らしい演説だった。気持ちの良い回だった。魔女教らはおとなしく演説聞いてたんか。映像化でどうなるかと思ったけどスバルの演説良かったね。それ聞いてるエミリアタンの反応がいちいち可愛い。エミリアタンの強くなりっぷりが半端ない。ガーフ大好きホールドしててわろた。原稿を見ないで長スピーチできるスバル言うの、結婚披露宴の祝辞とか余裕だな。魔女教徒らしき集団を倒してたけど、あれ結構強いんだな。か弱いスバルと同じ転移者とは思えん。ビゼロは会話シーンだけじゃ面白みがないな。演説は内容が良いのはなんとなく伝わるけど、何の考えもない。やっぱイカれた敵が出てきてくれんと。スバル魂の演説めちゃくちゃ熱いやん。ちょっと泣けてきたよ。ニキが私的にあんまりやったので期待してなかったけど、ビゼロめっちゃおもろい。そしてラインハルトも参戦してこの先どうなるのか。今まで重ねてきたスバルの成長が花開く話、この作品の中でも神回の一つでも過言ではない。弱者であるからこそ同じ弱者に響く演説。しかし弱者だからこそ背負うには重すぎる英雄幻想。しかしスバルは誰かの英雄として戦ってきた。小林さんの震えた声も完璧すぎてマジで泣けた。騎士であるスバルは決して強くない。一般人と同じけど絶対に諦めることはなく、絶対に負けない心を持っている。そんな夏希スバルだからこそ不安な人々に寄り添うことができ、希望を見出してくれる。他の誰でもないスバルしかできない演説だと思った。スバルの演説一言一言が説得力あるし心にしみる。その言葉を受けて下向いてた人たちが顔を上げて目に輝きが戻ってく様子も見せてくれる。演出が完全に泣かせに来てて目から大量の汗が。やっぱ最高だなぁ。赤信号を渡ろうとする下を向く子供の手を取って助けるように手をつなぎ、前を向いて希望のために戦うことを諭すスバルの演説。
あまたが上を見る姿、エミリアが窓を開ける刹那、それらすべてにつながる心を実感する。この演説、鬼が勝ってますね。これはグッときたな。夏木スバルは騎士で英雄だわ。次回が楽しみすぎる。約束された神回、演出とユッケ氏の演技が最高すぎて泣いてしまったよ。原作でも読んでて泣いたのにアニメでも泣かされ、弱くてもろくてちっぽけで折れて挫折して逃げたこともあるスバルくんの言葉だからこそみんなに届くんだよな。本当にスバルくんにしかできない演説。一人孤独に戦った末路も、支えてくれる仲間の大切さも誰よりもよく知っているスバル。だからこそ絶望に染まる民衆に一人じゃないんだと気づいてほしい。ちっぽけな力しかなくても戦い続けてきたスバルの言葉だからこそ民衆の希望となる。運命に選ばれてしまったラインハルトでなく、認められ、皆から選ばれたスバルが今回英雄幻想を背負うという某漫画のほかげの話を思い出してしまう展開好きでした。凡人だからこそ同じ目線で、男の子だからこそ変わらないあり方で勇気づける演説、最高でした。途中から涙止まらない。もう回想シーンとかスバルの演説とか、いろんな感情で涙止まらないって、ここまでの道のりがあったからこそ演説の言葉一つ一つが響くんだよな。スバル、かっこいいよ。サブタイトルの白背景すごくいい。アニメ史に残る珠玉の回に号泣。今日の放送を一生忘れないと思う。異世界作品として、バトル作品として、ラブストーリーとして、ヒューマンドラマとして、到達しうる最高の境地を見せてくれた作品って感じ。全部大好きだ。14歳らしい表情がたくさんで可愛かった。スバルのことが大好きで心の底から信じてる。ガーフの大将の声が好きです。第57話泣きました。オットーくん、いよいよラインハルト合流ですね。なんという安心感。エミリアと話したのはやはりアルだった。伝言を届けてくれてありがとう。スバルの演説超絶かっこよくて涙が止まんないや。ラインハルトも合流して、いよいよ反撃開始かな。武装する力もなく、すごい魔法も使えない。でもやっぱりスバルは主人公だよね。みんな心配で不安で仕方ない状況下で飾らない素直な言葉で皆を奮い立たせた。一視聴者の私まで熱くなったよ。きっと視聴者全員同じ気持ちでしょう。さあ、ここから反撃開始といきますか。いつも通りのスバルのあのテンションで、あまりにも等身大な演説してても説得力がしっかり伴っているの。57話分の積み重ねがあってこそだし、そういうところが夏木スバルってキャラの主人公力というか魅力の源泉だよな。見事でしたね、この話。結局スバルが市民を元気づけるというだけの内容なんだけど、討議春巡を経て演説に至るまでCM を飛ばしてまでしてじっくりと盛り上げている。そこまでの作画も素晴らしかった。ブラボーです。個人的な感想、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第57話最も新しい英雄と最も古い英雄の皆さんの反応でした。反撃のために街の人たちに向けて演説するスバルがやばかったですね。感動必至の神回でした。あるにこの先も英雄で居続ける覚悟を求められた時に、今までのことを振り返っていつもと一緒だと答えたスバルが良かったです。ただ襲撃編あと1話残ってるので、何か不穏な事態になって反撃編に続くってなりそうで怖いです。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこのあたりで、また次回の動画でお会いしましょう。